はい、それでは DC2 インテグラタイプ R 試乗インプレッションいってみたいと思います。 Q6 スペックですね。走行距離が、123,300キロとか、ですね。でこの車ワンオーナーなんですよね。新車で買われてずっと乗られてきたっていう車なんですけども、メンテナンスの、履歴がまあまあちゃんと残っていて、さすがは新車で買ってるだけあってですね、比較的ちゃんとメンテナンスされてるんですよね。まあ大きいところで言ったらブレーキキャリパーとかもね、前後、変わって新品に、リフレッシュされていたりとか、ハブベアリングも変わっていたりとか、パワーステのタンク、変わっていたり、タイベル変わっていたりと、まあまあまあ、結構メンテナンスされてる履歴なんかは、残ってますね。で足回りはノーマル、マフラーもノーマル、駅前だけ、無限空いてるんですけども、まあ、乗りやすいですね、非常に乗りやすい。変な音もしてこないですし、クラッチはメンテナンス履歴の方を見る限りはですね、変えた履歴の方はちょっと確認できなかったんですけども、特段なんか上の方になってるとかっていう感じはないですね。シフトの入りも非常にスムーズです。まあ内外装もね、この年式の割には結構綺麗なので、まあやっぱり大事に乗ってきたんだろうなっていうところはありますよね。でもやっぱり DC2 はなんか軽くていいですね。ブレーキもよく止まる。まあオーディオ関連とかちょっとね古くてもう変えた方がいいんじゃないかなっていうような状態なので、まあここら辺リフレッシュしてあげればね、日常の使い方的にはそんなに悪くないんじゃないかなと思いますね。うん、加速もいい感じです。修復歴のない DC2 っていうのもね、かなり珍しくなってきますからね。まあ距離は12万キロ走ってますけど、なかなかベースとしてはいいインテグラじゃないかなと思います。以上、試乗インプレッションでした。